あ、コメントが長すぎます。文字が長すぎるってことか。話しよう。あ、できた。よいしょ。よしタイムだ。こんばんざい、こんばんざい、みんなこんばんざい、松村さんこんばんざい、いつも初めまして、昨日ぶりです、今日も初めまして、こんばんざい、むっちゃんこんばんざい、みんなこんばんざい、元気？なんか口に、なんか謎の毛が入ってた。うん、今日はね、どこだったっけ、あれ今日どこでやった、新宿キースタジオさんでライブでした。隣組はイエーイ。私はね、バンザイ三唱のシンポジとバンザイファイターのそろそろアーク王のパート出てたよ。こんばんざい。さっきまで寝てしまった、ね、もう夜だからね、わしも眠い眠でもさ、まだ7時ぐらいかなって思ってたらもう9時なんだよね。なんかまだなんかついてんのかな、なんか口に毛がいっぱい入ってる、なんでなんでだろう。そう、今日はライブでした。明日もね、ライブがあるよ。品川のインターシティホールっていうところ、私はねまだ出たことないからどんな感じなのかわかんないけど、なんか写真調べたら広そうだった。楽しみ。めっちゃ可愛いね。ありがとう、嬉しいわ。んー、こんばんざい。今着てる服似合う、嬉しい。最近はね、ちょっとこういうフリフリした服がマイブームなんだよね。なんか前も好きやったんだけど、私の中のこのお洋服ブームって結構ぐるぐる回って、ストリート系が好きな時期もあるし、こういうフリフリ系が好きな時期もあるし、こうなんかじゅんぐり回ってきて、今またフリフリのマイブームが回ってきたそう、今日はいや、この間も着てたかも、何日か前ぐらい。一回着るとさ、こう洗ってこう上の方に来るじゃん、洗濯物で。で、そっから出してっていう感じで、ずっと同じ服、一回着ると、同じ服何回も着ちゃうんだけど、この間も着てたやつ。でーす。明日は品川、そう、明日は品川インターシティホールっていうところだよと。その前にあれだよね、観覧車とかミニ撮影会を、なんだ、特典券で買ってくれてる人はの前に会えるね。ワクワク。もうね、着る服決めて、これにしようと思って決めたのでね、楽しみに。もちこちゃんこんばんざい、こんばんざい。大抵知らないけど、ももちのグループも出る。あ、そうそうそう、なんだっけ、エイトなんとかみたいなグループさんよね、いたよ。私たちより結構前だったかな。いるいるいる。かわいい。コロナ明けたら会いに行きますね。おお、ぜひ。そんな、コロナがね、なかなか今はね、いっぱいいるからね、本当に早く収まってほしいよね。コロナ落ち着いたらぜひ待ってます。よいしょ。そう、今日ね、髪をね久々に巻いてたんだけど、もうなんかなくなったせっかく巻いたのに何も残ってない。ちょっとこの辺が変な寝癖みたいになってるぐらいで、もう、巻いたの何も残ってないんだけど巻いてました。こんばんざい。もちこんばんざい、来たよ、ありがとう。そう、ぐでたまお部屋に飾った、今日もらったやつ、ありがとう。かわいい、すごいね、触り心地が良くてね、ずっと抱っこしてる。今日からこのぐでたまちゃんと一緒に寝るね。かわいい、もちもちぐでたま、かわよ、へへへへぐでたま好きだから嬉しい。すごいモフモフしてる、モフモフモフ、わーい、ちゃった、へへ。
そう、あとね、そう16日のね、私16日誕生日なんだけど、16日のね、まあ、大抵は分かんないんだけど時間が出てね、18時50分から19時10分です。で、物販がなんか結構1時間ぐらい空いちゃって、8時から8時50分って感じなんだけどね、よかったら遊びに来てね。さくらもちこと命名しました。さくらもちこちゃんもちこかわいい、もちもちぐれたま。お風呂のブクブクの動画を見てニヤニヤしていたとか内緒そう、昨日ねゆっくりお風呂入りたいなと思って、あれ友達がくれたバスボムなんだけど、なんかゆったり入れる時にね使いたいなって思って昨日やったの。なんかでバスボムのこうボクボクいう音が私は好きなのね、だからみんなにもお裾分けしたあのバスボムをさ、お風呂に入れた時にボクボクボクってなるのなんか好きなんだけど、わかる伝わるかな、好きなんだよね、あのボクボクが。だからみんなにもお裾分けしましたこのライトつけると顔がテカテカに見えるわ。そう、今日ねエミノさんがね名刺くれた。あ、待って、ネイルしてるから取れん。ほら、かわいいくれた、しかもサイン付き、めっちゃかわいい、部屋に飾る、いいな。ちょ、私も早くこれ作ってもらえるように頑張ろう。めっちゃかわいいねこれ、名刺欲しいこれ全員のやつ欲しいな、先輩たちの。なんかファイルに入れたい、めっちゃかわいい、この似顔絵もついて、なんだこれ、なんて言うんだっけこういうの、 QR コードもついて、めっちゃいいよねこれね、かわいい、部屋に飾る。後ろの緑色の葉っぱもいいよね。あ、これね、かわいいよね、この葉っぱ。おいしそう。わかる？ドライアイスを水に溶かした時の音も好き。わかる？なんかそういうの YouTube とかさ、載ってんのたまに見ちゃう。ジージーさんの鬼殺し？お菓子配られたか？あ、もらった。鬼殺し、なんか鬼まんじゅうをもらったよ。まだ食べてないけど、鬼まんじゅうもらった。何味なんだろう、ちょっと後で食べよう。鬼まんじゅうもらった今日はなんかすごいお菓子がねいっぱいだった。こう鬼まんじゅうももらったし、あとドーナツもみんなでワケワケしてね、もちまるはチョコのやつ食べた、美味しかった今日はおやつがいっぱい、くれたまももらっちゃった。今日はいい日幸せ。とめっちゃチラシもらったの、バンザイジャパンのそう、これなんかサインっていう、サインとか名前とか書いて配ってねって言ってめっちゃもらった。何枚あんだろうこれ、3、40枚ぐらいありそう。いっぱい配る、後でね内職しようと思って、ここにサインと名前とツイッターの ID と書いてたくさん配るよ内職いいさ。なんか話そうと思ってたことがあったんだけど忘れちゃったな、なんだっけなんだったかな、忘れちゃったな。ので明日はもう早く起きるように、今日は早く寝ようと思ってちょっと配信早めの時間にしたの。でこのあと大阪組はオンライン楽市楽座、まあ、こっちの東京組もなんか やりたい子はみたいな感じでね、オンライン楽市楽座をやるんだけど、あのもちまるはちょっと明日の朝寝坊したら怖いのでもちまるは参加しませんもちまるは参加しないんだけど、明日の夜のオンライン楽市楽座はもちまるも参加するのでね、よかったら
ゲットしてくれたら嬉しい。もちこちゃんはお菓子は甘い派？しょっぱい派？うーん、どっちも好き。お菓子ね、基本何でも好きだよ。でも一番好きなのはね、なんか どっちだろう、甘い系なのかな、グミ。グミが好き、グミ。グミが一番好きだけど、いや、チョコ、ね、おせんべいも好き。全部全部好きだけど一番はグミ。チェキのおまけで欲しい。チェキのおまけで欲しい。あ、チラシチェキの、あ、チェキ取ったらこれチラシ欲しい。これあげるよもちまるのサインと名前書いたやつあげるよ。もちも好きだったと聞いたけど、ゲームのやつなんだっけ。ゲームのやつ、ゲームのやつなんだ、ゲームのやつで。もちも好きだと聞いたけど、ゲームのやつ、ゲームのやつなんだ、ゲームのやつって。もちまるゲーム好きよなんだ、なんだろう、何のゲーム、なんだなんだなんかもちこちゃんのキャラがグミが似合う、本当で。私も初めてレッスン行った時かな、メイさんになんかボソってグミとか食べてそうみたいな言われてんの聞いて、あ、私グミ好きですって思ってた。でもその時はもう、あみたいな、あ、リーダーの人みたいなもうなんかコミュ障すぎて、もう全然会話とかしてな、してないんだけど、あ、グミ食べてそうな顔してるみたいな、ボソって言ってんの聞いたあんちゃんも好きなやつ、あー、ツイステか、ツイステッドワンダーランドね。あのスマホゲーね、めっちゃやってるよ。結構いろいろ持ってるかも。なんかお菓子の巾着とかそう、このゲーム好き。私もそう、アンサーも好きなんだよね。私は推し面が違うけど、アンさんの好きなキャラとは。なんかほこりが舞ってる、なんだろう、汚いのかな、わしの部屋。さすがにもうメンバーとはコミュ障なくなった。多少でも今でも、いやでもどうかな、あんまりまだね、めっちゃ喋ったことない人もいるからな。でもなんか前ほどはないかも。前は、でも私ね、一番なんか怖そうって思ったのは愛理さんなんだよね。初めてレッスン行った時に、こうなんか端の方に立ってて、いや、なんかこの人めっちゃ怖そうなんだけどと思ってちょっと多分仲良くなれないかもって思ったけど、めっちゃ優しいしね、あの面白い人だった。一番私の中でギャップがあった。絶対この人怖い人だみたいな思ったけど、そんなことなかった。ちなみに誰好き？私、あ、ツイステの中でってこと？私結構ね、誰でも好きなんだけど、一番好きなのはスカラビア領っていうね、あのアラジンの悪者ジャファーのなんかモチーフにして、なんかやばい、めっちゃホコリが舞ってる。ジャミル君っていうキャラが一番好き。ここに映ってないんだよね。ここに映ってないんだけど、なんか顔が結構色黒な感じでね、髪が黒くてね、なんかロン毛って感じでも基本ね、誰でも好き。私は DD なのでねツイステ推し誰？ジャミルくんかな。でも最近ビルさんも好き、レオナさんも好きでもツイステ知らない人は何のこっちゃって感じだと思うんだけど、なんだかんだ一番好きなのはクルーエル先生かもしれない。で、誰が本当は誰が怖いいや誰も、いや、まあなんだろう、いい意味でちゃんと厳しくこうなんか意見を言ってくれるのはメイさんとレナさんかな、やっぱり。まあ、怖い時もあるけど、でも褒めてくれるときはすごい褒めてくれるから、なんかお母さんみたい怖いときは本当、あ、怖いなって思うし、優しいとき、なんか怖いからこそ褒められたときに嬉しいなって感じですかな。ジャミル、そう、ジャミルくんが好き。こんばんだい、やー
めっちゃ元気。スーパー出遅れマン、まだ大丈夫よ。もちまるもち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 、こんばんざい。先生はてんてんてん。なんだそれ。こんばんは。やっほー、元気ですかみんな。お腹空いた。今日ねびっくりするぐらいなんか食べ物を食べてない気がする。今日食べたものはあのもらったミスドのチョコドーナツとニューデイズ、あ、そう、ニューデイズにあるねおむすびっていうやつがすごい美味しい。あ、もう食べちゃった。ゴミしかないんだけど、ゴミ見せるのちょっとあれだけど。これがねすごい美味しいんだよね。ごめんねゴミで。なんかオムライスがあのおむすびになってる。あのおむすびです。これがすごい美味しい。そう、これしか食べてない。ちょっと全然伝わんなかった。なんかあのケチャップライスみたいなのに卵がこうペトーってなってるの。ちょ、見たらわかる。ニューデイズでおにぎりコーナーに行って黄色いの見てみて。美味しいから。ニューデイズのおにぎりこれが一番好き。明日に備えての顔つきで酒バチコリにしておる。いいや、私も明日に備えてこれからね顔面パックするよ。この投票は何ぞ。これはねあの他のメンバーがイベントに出てるからその子に星を投げてほしいから他のメンバーはこれ投票にしてるの。だから別に何の投票でもない。暇だったら押していいよみたいな。みんな暇でしょきっと。なんかポチポチしたいかなって。か暇だったらこれ押して。何もないけどね。本番だい。もちこさん髪色変えましてん。髪色ね落ちた。あでもな、変えすぎてどこから変えたのかわかんないけど。あのね2週間前ぐらいかな、2週間前ぐらいにこう中に紫入れて外はでも黒だったの。黒だったのがなんか落ちてなんかよくわかんない色になった。で中の紫もなんかハゲてきた。で変な色になった。どうしようって感じ。ワンマンまでには美容院に行きたい本当は。ただちょっとお金がないのでもう一回セルフかな。セルフだとやっぱあんまりね面白い色はできないので普通に焦げ茶とかになるかもしれん。明るいのと暗いのどっちが合うんだろう。迷走してる最近。でも本当は真っ白にしたいの。なんかもう毛がなくなるよっていう限界までブリーチしてもう真っ白、もう白いですって感じにしたいんだよね本当はね。でもちょっとブリーチはね結構ねお金がかかるのでね、いつかやりたい。真っ白ケッケ、もちまろだからね、ちょお餅な感じでさ本当は白にしたいの。似合うか似合わないか置いといて、ちょ白にしたいなって感じ。あ、食べたことある？美味しいよねおむすび。メンバーの人柄がみんな良さそうだもんね。パフォーマンスには厳しいだろうけど、そうだね、うん。否定はしない。冷蔵庫にゼリー作って入れ終わった。2時間後にいちごゼリー5個食える。女子だ、すごい。ゼリー作れるの？ちょっとウーバーイーツでさ、もちまるの家にも持ってきて。ゼリー食べたい。あ、待って、さっきヨーグルト買ったの冷蔵庫に入れてないかも。やばい。配信終わったら入れないと腐る。普段はすごく仲が良さげで見てて楽しい。そう、楽しい。私も見てて楽しいし、本当にちゃんと仲いいんだなって思って。結構アイドルってさ、こう表面だけね、なんかなんで不仲みたいなよくあるけど、あのねうちらは本当に仲がいいよ。びっくりしちゃう。あ、本当に仲いいんだこの人たちはって思った。ちょっと失礼だけど。最終的に髪色は透明になります。そう、いつかは真っ白になってもう消えちゃうかもしれない。もちまるは、もちまるワンダーランドに帰るかも。もちまるちゃんふりふり、かわいいな。やった、こんばんざい、こんばんざい、みんなこんばんざい。
元気ですか？ああね、夜ご飯食べた？何食べるか悩んでるから。何食べたか、もし食べたり食べるもん決めてたら教えてほしい日本語が迷子。何食べた？ね、9時だからもう食べた？これからかな、どうだろう。もちまるきはね、ご飯食べるのが遅いんでね、これから。いや、早いっていうか、割と普通に健康的なお家だったらもう食べ終わってるね、多分。たまにさ、中学校ぐらいの時に友達の家とか泊まりに行くとさ、なんか、あ、もうこんな早い時間にご飯食べんのみたいな、よくあった。7時ぐらいに夜ご飯出てくるの、びっくりしちゃううちだいたいね、9時とか10時とかだから結構遅めなのでね。今日の朝足つって痛かった。足つった、痛いわそれは、気をつけて。足つったの感覚がね、わかんない。どの感覚が足つったなのかわかんない。なんか、どう痛い時が足つったなのかわかんないけど、足痛い時あるけど、それが足つったなのかがわかんない。ちょっと言ってることわかるなんかこの症状とその名前が一致してないのだから、これは果たして足がつったっていう症状なのかどうなのかっていうのがね、わかんないのあ、牛丼食べた。牛丼食べた、いいな、牛丼食べたい。何牛丼？普通の牛丼かな、チーズ牛丼とかキムチ牛丼とか。何牛丼？つい数分前にフェットチーネにボロネーゼソースかけて、おしゃんだね。フェットチーネにボロネーゼソース、おしゃんだな、いいね、めっちゃおしゃれ。今日は肉じゃが作って食べた。すごいね、みんなご飯作れるの。ちょっと教えてくんない教えてほしい、本当に。割と真面目に教えてほしいなね。ご飯、今年はご飯作れるようになりたい。もう未だにね、本当に作れるメニューが片手で収まりそうだから。最近やっと麻婆豆腐作れるようになった。でも一番得意料理はホットケーキ。これはもう何年も貫き通してる。もちまるの得意料理はホットケーキです。あとはカップ麺。あ、ハンバーグ食べた、いいな、ハンバーグ。吉野家で普通のやつ、冷凍でチンできるやつ。へえ、吉野家派なの、牛丼は。私はね、牛丼はすき家派。今流れてる曲好き？バンザイファイターだよ。バンザイファイターいいよね。なんか朝聞く、私結構朝の電車で聞いてたりする。眠い時にこれ聞くとね、目覚めるからおすすめ。だ、目覚ましにするとさ、なんか目覚ましにするとなんかちょっとその曲嫌いになっちゃったりするじゃん。私は結構それで嫌いになった曲が何個かあるから、あの目覚ましにはしないんだけど、こう目覚めてきたぐらいに聞くとすっきり目が覚める。おしゃれに言えばミートボール、普通に言えば肉団子なんかカタカナにするとさ、なんかおしゃれになる、こうなんかあるよね、わかる。例えばモッチーは物販の時に使うバッグ見つかったんだっけ？それが見つかってないんだよね。なんかこれにしようって思ったやつがちょっと派手すぎるから、もうちょっとなんかシンプルなのにしてって言われて、おーいって思って探してる途中どうしよう、本当にどこ行けば売ってるかな。そう、希望はね、このチラシが入るくらいのサイズがいいなって思って、こう街をね見てるんだけど、なかなか難しいんだよね。あんまりでめっちゃかさばったりするカバンはさ、嫌だからさ、薄めでなんかこれが入りそうでみたいな。でやっぱこれが入るが大前提かな。やっぱかさばってもまあいいけど、やっぱチラシは入れたいよね。チラシとさ、バインダー等が入れられるカバンがね、なかなか見つからないんだよね。あ、これいいかもって思ってもさ、手元にチラシがなくてさ、いやこれ入るかなみたいなね、そう難しい。どこで買ったらいいんだろう。なんか通販とか、あ、これ可愛いかもって思ってもね、チラシが入るかちょっとわからんくて、
探してる難しい。俺もすき家派一緒だね。すき家美味しい、ほんとね。しかも秒で出てくるじゃんすき家。自最速ですき家3秒ぐらいで出てきたことあってびっくりした。え、今頼んだのみたいな。あ、すき家の、あ、すき家の牛丼並盛りでって言って、はーいって言って、もうお姉さん持ってきて戻ってきたの。すごいよね。どうなってるんだろう。もう準備されてるのかな早すぎてびっくりしちゃう。必要なものと小物と財布を入れて、もう少しだけ隙間があるくらいのか。いや、お財布はね、なんか一個に集めて、の服部さんかな多分持っててくれてるから、お財布はね、入んなくてもいいんだけど、これと、バインダーとペンと、あとスマホが入るといいなっていう感じ。こんばんだい。肩から下げられるトートバッグみたいなのがいいかもね。そう。そう、肩から下げられるやつね。難しいね。すごいスキヤだと座った瞬間出てくるらしい。そうだよ、座った瞬間出てくるの。なんかびっくりするよ、なんかえって本当に最初本当にびっくりした。えって言っちゃったもん、なんか早すぎてええやみたいな。あ、ありがとうございますみたいな変な人みたいになった。早いのにびっくりすぎて。すごいよ、本当に一瞬で出てくるの。それは入らないけど、携帯が入るくらいならあるけど見てみた。あ、見たいかも。そう、でもこれね、あそこにも入るんよ、あのたもとにも入るから、まあ絶対入らなきゃいけないわけじゃないんだけど、で全部ここに入れるとね、結構大変なことになるのでね。スマホはやっぱバッグに入れたいなっていう感じなんだけど、きっと見つからないわ。いいのがあったらちょっと教えてほしい。スキヤでエヴァのコラボカレー食べて帰ってきたところ。あー、なんかコラボやってるよね。そう、エヴァ見たことないの。見たいんだよね。見たいんだけどさ、なんか最近入れたアニメのさ、課金のアプリエヴァ入ってないのよ。劇場版しか入ってなくて、30分枠のさアニメが見たいのにないんだよね。何のアプリ入れたら見れるんだろう。こんばんだい。スキヤに行きたくなってきた。途中にあるマックでも行けよ。あ、スキヤ行っちゃう。ちょっと秒で出てくるから、ちょっとあの体感してみてほしいでマックもいいよね。なんかマックさ、なんかあれなくなっちゃったのかな。ライスバーガーすごい好きだったんだけど、最近ないよね。なんかなくない。今なんだ、てりたま。あれ、てりたま終わった。あれなんだ今今のマックなんだ、なんだ、てりたま。グラコロは冬だもんね。あれ、てりたまかな。なんだろう今、ちょっとわかんない。マック行ってもさ、あの500円のやつ買っちゃうんだよね。エグチとかチキッジーみたいな、あの種類のやつ買っちゃうから。フライヤーそのまま入れるのは少し固めのカバンの方がいいのかな。いや、そんなあんまそこはこだわりないかも。この時間持ち帰りせん。あ、そっか。あ、残念。ちょっと座って、あの一瞬で出てくるね、驚きをちょっと体感してほしかった。そうだよね、そっか、持ち帰りか。うんじゃあお好きな方を食べ。こんばんだい。こんばんだい。ネットフリックス見れるよ。あ、ほんと？じゃあネットフリックスにしようかな。エヴァ見たい。最近エヴァが見たいです。てりたま今やって、あ、てりたま今か。じゃあてりたまだ。てりたま美味しいよね。ライスバーガーまだあるかも。鬼滅のおもちゃは切れたらしい。ライスバーガーある？なんかマックさ、種類が多すぎて、いつもカウンターで、もじもじしちゃう。あー、みたいな前ね、本当に決められなくて、朝マック、初めて朝マック行った時に、なんかメニューが違かったの、あのマフィンだったの。でも分かんなくて、食べなくてないから、どうしようって思って店員の人に、おすすめは何ですかって聞いて、パンケーキ食べたマフィンじゃないんかいって感じだけど、そのおばさんはパンケーキがおすすめだったみたいで、パンケーキを食べましたマックでおすすめ聞くとか、本当
ないよね普通ね。赤黄色青色ならどれがいい。どれがいいかな。赤でも赤かな、衣装的に赤が合いそうかな。チョコイチゴパイがとてもうまそうなので食べる。へえ、そんなのあんの、知らない。アップルパイはあるよ、食べたこと。美味しいよね。あとあれ好き、マックフルーリー、アイスのやつ。あとあれ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 、シェイクもうまうまだよ。あのパンケーキね、結構美味しかったからおすすめ。パンケーキ、ホットケーキ。なんか朝はあの大きいパンケーキがあんの。なん普通の時間はさ、なんかこんなやつ、なんかお子様セットみたいな、ハッピーセットの欄にあるのかな、なんかこんなちっちゃいプチパンケーキみたいなやつなんだけど、朝行くとね、この大きいやつがね、3枚ぐらいのやつがあるの。それが美味しいからおすすめ。もちっこ、こんばんだい。気持ち、あ、もう時間、あ、ほんとだ、過ぎてるわ。じゃあそろそろ終わろう。明日起きれんくなったら困るのでね、早く寝なきゃ。聞いたことある、なんならスマイルを2回ぐらい頼んだこと。あ、わかる。ちょタイプのお姉さんとかいるとさ、ちょスマイル頼みたくなっちゃうね。わかる。前ね、すっごい可愛いお姉さんがいて、もう私がすごいタイプだなって感じの、ちょ綺麗で、なんか綺麗だけど可愛いみたいなお姉さんがいて、ちょどうしてもニコって笑った顔が見たくて、もじもじしながらスマイル頼んだ。あのスマイルくださいみたいな。ちょっと変な人みたいだったけど、すごい可愛かったお姉さん。今から緊張して今日は8時間しか寝なそう。結構しっかり寝るね。8時間寝たら十分よ。いつも Now でお時間お知らせしてるけど、楽しい時間だから今日は黙っておこう。優しい、どうだ。優しいのか。でも嬉しいだ、楽しいって言ってくれるのは嬉しい。10日から4月上旬までライスバーガーで、ほんと？じゃあまた復活してんのかな。この間行ったの先月かな、先月ぐらい行ったら、なんかあれないのかなーって思って、じゃあ今あるのかな、行ってみよう。おつまきまた明日ね、また明日ね、楽しみ。そう、一番乗りだから私の観覧車。お疲れ様でした、ありがとう。明日のライブもいるよね、明日いるよ。そう、明日の宣伝しなきゃ。そう、明日は品川インターシティホールっていうところで、4時から4時15分。物販はね、また、まあ1時間は開かないけど、45分後かな？ 5 時から6時。ちょっと合間が空いちゃうんだけど、帰らずに待っててくれたら嬉しいな、と思います。こんばんだい。キットカットのフルーリーとフライドポテト組み合わせはたまらない。甘じょっぱい感じってこと？美味しそう。でもおつもち、わら、なんで笑ってるの。またね、またね、ありがとう。じゃついでに16日も言っちゃおう。そう、16日お誕生日なんだけど、渋谷のリオさんっていうところで18時50分から19時10分で、物販が50分後なんだけど、8時から8時50分です。17日はね、久しぶりのリリーベがあるよ。タワレコ池袋店さんでね、6時半からあるのでね、久々のリリーベ一緒に楽しんでくれたら嬉しい。リリーベだとね、結構ライブの時間が長いし、しかも CD1 枚買ったら見られるから、結構おすすめ。まあもう CD いっぱい持ってると思うんだけど、ライブたくさん見れるから、リリーベも来てくれたら嬉しいです。で19日はね、キースタでライブが14時10分から14時半、2時だね。平日の2時か。結構なお時間だな。ね、結構なお時間なんだけど、来てくれたら嬉しいです。4月3日のワンマンね、ワンマンまだまだ予約お待ちしてます。
か、ご希望のメンバーみたいな選ぶところがあるのでね、肩持ち丸で予約してくれたら嬉しいの気持ち。小さいバインダーもつけておくか、あら優しいね、本当に嬉しいわ。おつもちでした、ありがとう。では明日会える人楽しもうね、観覧車とライブとみんなと明日もいっぱい楽しむぞって感じです。ではでは、足軽ジャパンのもちまるゆきでした。よかったルームフォロー、ツイッターのフォロー、インスタのフォローお待ちしてます。それではバイバイ。お、また野菜に来るよ。また明日ね。バイバイ。